心からおめでとう。かっこいいな。じゃあみんな拍手してくれたりそういうのあってもいいんだよ別に。皆さんこんばんは。ただいまのアイナトーン、時刻は2020年6月4日木曜日の午後7時49分です。そして今日は住民のアイナさんのお誕生日でもあります。おめでとうございます。嬉しいでは本日も楽しい一日になりますように。めっちゃさらっとした感じやったお、モニカ。ねえアイナちゃん、今からいいとこに連れてってあげる。何も聞かずにあたいについてきて。あは、これって一番仲いい子が来るんかな。え、てか外に連れ出される感じ。え、モニカの家やん。マジで？うちじゃなくて？そっち？おー。え、なんか可愛いんやけど、リボンつけとる。ハッピーバースデー。え、みんな服可愛い。みんな超服可愛い。え、ルーシー可愛いな。実はこっそりアイナちゃんのためにバースデーパーティーを企画してたもん。まずはそこにあるケーキの前に立って、ろうそくの火を A で吹き消して。あは。私、ガム膨らませてるんですけど。めっちゃいいね。ふぅ、ガム。ガムを。すごい。ねえ、みんなめっちゃ可愛いやん。なんなんそれ、パーティードレス。わー、誕生日おめでとう。あは。ここでみんなからアイナちゃんのバースデープレゼントがあるの。素敵な一年になるよ。みんなでこのバースデープレゼントに魔法をかけたから、受け取ってね。可愛い。この三人が特別仲いいってことかな。中に何が入ってるかは開けてからのお楽しみだよ。あ、それから今日はもう一個、アイナちゃんへプレゼントがあるの。準備してくるから、そのまま待っててね。あは。モニカのリボンが可愛くて可愛くて。何あれ。それじゃあ、アイナちゃん、天井を見てみて。あれがサプライズプレゼントだよ。何あの星。えへへ、あれはピニャータって言うんだよ。みんなで協力して作ったの。あ、なんかさ、集まれピニャータっていうゲームあったことない前に。あれ、ピニャータっていう、何飾りとかそういう感じな。あの中には別のプレゼントが入ってるから、アイナちゃんにはこれで思いっきり割ってほしいの。割る？割れるの？あれ、段ボールじゃないんや。何あれ？吹き矢か何かですか？アイナちゃんの好きなタイミング開始するから、準備できたらあたいに声かけてね。あは。ピニャータ。割れるのか。どういう仕組みか全くわからん。なんかフリンジみたいなのついてるね。あんたがピニャータを割るところ、ここでね、見届けさせてもらうよ。だってね。ピニャータ、なんか、あれなんかな。外国とかに伝わる何かしらなんだろうか。アイナさんがピニャータを割るところ、早く見てみたいですよ。日本ではないし、ない習慣すぎて、いまいちよくわかってない。心の準備が OK になった感じ？それじゃ、ワクワクドキドキのピニャータ割りを始めよっか。ピニャータ割り。さあ、アイナちゃん、ピニャータの下にスタンバっちゃって。ふんふん。ピニャータは軽く叩いてもなかなか割れないから、素早くたくさん叩くといいよ。あ、叩いて割るんや。へぇ。風船みたいな感じでパンってなるんじゃないんやね。なるほどなるほど、そういう感じ。あたいがせーのって言ったら、アイナちゃんは A を連打してね。それじゃあ、行くよ。せーの。だだだだだだ。頑張ってください、思いっきりだよ。全力でかかれ。ファイトです。めっちゃ。なに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 ？おー、割れた。え、カップケーキ落ちてきたよ。ね、床に散らばったけど大丈夫なのあれ。アイナちゃんなかなかやるじゃん。ピニャータは割るの上手だね。気になる中身はバースデーカップケーキでした。あは。めっちゃ無造作に転がっとんやけど、何あれ食べ物？サンプルとかじゃないよね。食べるんすかあれ。このバースデーカップケーキは、あたいたちからアイナちゃんへのバースデープレゼントだよ。あれなんかな、やっぱり外国で、誕生日こういう感じなんかな。中にプレゼントを入れるの、ピニャータっていうの。たくさん作ったから一人で食べきれないかもね。やっぱり食べるんや。もしよかったら友達にもお裾分けしてあげてよ。きっと喜ぶんじゃないかな。というわけで、あたいたちからのサプライズはこれで全部でーす。どうだった？アイナちゃんの心に残るようなパーティーになったら嬉しいな。残りの時間は自由に楽しんでてね。あは。すごーい、なんか、ね。なんか、あれじゃない？動物の森から知るようなイベントとかそういうのいっぱいあるよね、結構。私、家具とかも動物の森で知るの多いもん。
ピニャータ割るのすごくお上手でしたね。尊敬しちゃいますよ。ピニャータ割りってそんな尊敬されるようなことなんや。ここの飾り付け、一部手伝ったんだよ。これでパーティーも盛り上がること間違いなしさ。だってね。てかね、思ったんよ。主役の私めっちゃ地味じゃね。格好。みんななんかめちゃくちゃね、綺麗に着飾っとるけど、私何これ？ラフすぎん？やば。なんならちょっとね、私だるだるの服着とんやけど。やば。お誕生日に食べるケーキって、やっぱり特別な感じがするよね。あは。いいよね、誕生日ケーキ。この手前にあるのは一口シュークリームって感じかな。ちなみにプレゼントの中身は、バースデーハット！これがプレゼント？プレゼント？その場に身につける用じゃね？あ、でもなんかあれやね。なんて言うんやろ。なんか、飛び回りの時ってさ、こういう感じの被り物って、ちょっとなんかバランスが悪かったような気もするけど、集まりになって、いい感じになった？てかねえねえ、みんな写真撮ろう、写真。写真撮りたいんだけど、みんなこっち向いてくれる？とりあえずあれか。このあたりに。みんなこっち向いて。てか止まって。なんなら押しのけられようんやけど、私めっちゃ。このフィルターめっちゃ可愛いよね、ポップ。はっ。いやー。あ、でもみんないい感じかな。かわいい。よき。ありがとう、みんな。何歳になってもお誕生日ってワクワクしちゃうよね。あは。それは思う。今日のエナさん、とってもキラキラしてますよ。やっぱり一つ大人になると輝きが違いますね、やお。マジで、そんな変わった感じないけど。やっぱパーティーの主役はオーラが違うね。今日はあんたが眩しく見えるよ、だってね。私的にはみんなの格好、特にモニカの格好めっちゃ可愛いんだけど、てか何、魔法？家の中に入った途端に格好変わったよね。そうやったよね。ありがとうみんな。めっちゃ嬉しいです。あ、帰るんだね。今日は超楽しかったよ。また来年もパーティーしようね。あは。こういう感じなんやね、集まりの誕生日パーティー。いやー、素晴らしすぎた。ハッピーバースデー自分。誕生日をお祝いしてもらった。イエーイ。なぜ家から出てきたの？怖ーい。怖ーい。なんか時空がねじ曲がってる。あ、これ園芸ワゴンっていうのゲットしたんやけどさ、めっちゃ可愛くない？超可愛くない？これでさ、お花屋さんできそうやん。あの、屋台と組み合わせて。お、母。あゆなえ、暦見て、気づいた君の誕生日、祝う気持ちをお届けします。誕生日おめでとう、母より。カレンダーを見るまで気づいてくれなかったのか。プレゼントは？なんでしょう。あ、8個もあるんや、カップケーキ。てか何？その場でみんなでも食べんかったん？私だけ？おー、母の手作りケーキ、めっちゃいいやん。どんな感じ？ここに置ける？みたい。おー、いいね、いいね、いいね。かわいい。絶対美味しいやつ。これ真ん中に飾られとるのって。人？よくわからんね。何の飾りやろ。何の飾りやろ。ちょっといまいちよくわからんかったけど。は、トタケケ。いいね、いいね。いいね、いいね。てかみんなここに集まるんならさ、私のバースデーに集まっといてよ。パーティー、パーティー。おーす、あいな、久しぶり。だけど、こんなに合わないのって変だよな。さては、オイラに隠れて、なんか企んでるのか？の心。何も企んではいないです。あら、こんばんは。だってば。話しに来たよ。今日も島に吹く風が心地いいと思わない？そうした時に感じる潮の代わりに胸がキュンとなるの。だってば。みんな私の誕生日って忘れてる？ねえねえ。
どうもこんばんは。いい夜ですね、タフン。お話ししよう。今日みたいな日はお母さんが作るフライドポテトを思い出しちゃって、懐かしい気分になっちゃいます、タフン。フライドポテト？フライドポテトが母の味ですか？結構ハイカラな感じね。お、調子はどうで？き。話しに来たよ。すっかり見回りしてるから、この島は俺の庭同然だぜ。き。そんな理由で？てか、誕生日限定の曲があったよね、確か。来たね。今日の主役は君だよ。こっちはこっちで会場を用意してくれていたということ、ありがとう。それじゃあ早速聞いてくれるかい？聞かせて。ここで遠慮しますって。オッケー。それじゃあ演奏するから、席についておくれよ。なんかあれやね、このバースデーハットのやつさ、ろうそくの種類2種類あるんやね。なんか、火の形が。じゃあちょっと正面で聞かせていただきます。アイナの誕生日にふさわしい、この曲をプレゼントするよ。君の誕生日。お？何？座らせてくれないの？曲を聴くときは周りに集まれと。あゆの絵、ミキサ、この島にあんたがいてくれて、マジでよかったと思ってるんだ。こういう時でもないと言えないけどね。だってほら、照れくさいじゃないか。いつもありがとね、アイナ。誕生日本当におめでとう。心の立ち、ハンナ。何？手紙紹介？え、すごい。おー。これは？これも、仲いい子限定？それとも、大事なアイナちゃんへ。アイナちゃんとのハッピーな思い出は全部あたいの宝物だよ。これからもたくさんお二人だけの宝物を増やしていこうね。いつも隣に、モニカ。かわいい。あれかな？誕生日パーティーに集まってくれたメンバーの手紙？紹介？いいね、いいね。え、ちょっとびっくりやった。まさか手紙まであると思わんかったわ。ってことはルーシーもか？ん？いつも大きにアイナさん。アイナさんのお誕生日なんですってね。ほんまにおめでとうございます。楽しい一日を過ごしているかしら。またうちの仕立て屋にも来てくださいね。どうぞごひいきに。おめでとう、キネヨより。まさかやった。普通にルーシーが来ると思って見よったけんびっくりしたんやけど。そういう感じ？施設の人たちからも？人というか、施設の動物たちからも？すごい。何それ、遠吠えが入った。アイナさんへ、お誕生日おめでとうございます。いつもアイナさんには本当にお世話になっています。これからも僕たち兄弟と、たぬき商店をどうぞよろしくお願いしますね。豆吉より。もうさっき直接言ってくれたらよかったのに。あれか？こう、仲のいい二人、上から順番に仲いい二人、プラス、こう、店の人たちってことかな。ってことは、ルーシーは三番目ってことか。この、あうーっていいね。もう終了。え、たぬきちとかしずえさんからはないの？ハッピーバースデー！ありがとう！嬉しい。演出が素晴らしい。ハッピーバースデー。今日のこの曲をプレゼントさせてもらったよ。後で持ち物を見てごらん。心からおめでとう。かっこいいな。じゃあみんな拍手してくれたりそういうのあってもいいんだよ、別に。あ、見て見て、ホタル飛び出した。いや、さっきから飛び寄るかな。ホタルホタル、いいね。この景色。ホタルなんか実際に見たことないや。しかもね、川辺だけじゃなくって、今、博物館の近くにも飛び寄った。はい、住民挨拶キャンペーン。たぬきマイル 200×5 ゲット。イェイ。そして、あとはもうない。あ、あった。こだわりインテリアで充実ライフ。これは4段階目。肩書き、言うまでもなく家電好き。たぬきマイル3000マイルゲット。言うまでもなく。まあ、でも家電コーナー見よって楽しいは楽しいけどね。実際にも。お、ハッピーバースデー。島でお誕生日を迎えたあなたに、バースデープレゼントのマイルを送るだらも。このマイルを好きなものと交換して、素敵な誕生日を過ごしてちょうだいね。おー、肩書き、おめでたバースデーボーイ、バースデーガール、たぬきマイル2000マイルゲット。やったね。以上か。オッケーオッケー。
え、めっちゃいい。びっくりした。ここにもホタル飛び降りやん。あ、だいぶ充実したね。素晴らしすぎたわ。よきよきだったわ。幸せな一日でした。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。あ、そういえば前回の増築が終わって扉を変更できるようになったらしいけん、また今度ね、家の扉を変えてみたいと思います。